さん、いつもトライバルチャンネルの方ご視聴いただき、皆さん、トライバルチャンネルの方ご視聴いただき誠にありがとうございます。トライバルチャンネルの方ご覧の皆様、明けましておめでとうございます。そしていつもトライバルチャンネルの方、ご視聴いただき本当にありがとうございます。今日からですね、トライバルチャンネルは2022年をですね、1年通してまた皆さんに、いろいろな動画をお伝えしていきたいなと思っております。それでですね、昨年の2021年のトライバルチャンネルなんですけども、ご視聴の皆様には本当になんと言ったらいいかですね、まず動画の回数も減り、皆さんに本当はお伝えしたいような動画もたくさんあるんですが、現場とですね、編集長ももう忙しいということで、ほぼ編集の方ができない状況ということで、頻度がかなり減ってしまったことをですね、皆さんに、お詫びしたいと思います。そしてですね、気を取り直しまして、2022年の、トライバルチャンネルということでですね、一応、本当に目標として月本っていう感じでですね、流していきたいなと思っております。その他にですね、もし細かい、動画、小さいネタがですね、もしありましたら、その都度編集の方を私がですね編集して、皆さんに、お伝えできればなと思っておりますので、温かい目でですね見守っていただければ幸いです。それでですね、今回の、新年の挨拶でですね、まず、今お伝えしようかなというのが、毎年恒例のですね、昨年の2021年の、細かいレースありました。ちょくちょくありました。そのレースでですね、いただいた、商品の方、まだ準備してませんが、数点、去年はですねどうしても成績の方があまりよろしくなかったので、特にそのクラスもですね、プロトクラスというクラスに、JSTC の方は上げて、思い通りの結果がやっぱり生まれず、そして、デモカーのですねエンジンのトラブルがどうしてもやっぱ新しい領域に突入したということで、なかなか故障の方も発生したり、耐久性だったりそういうのがですねどうしても出てしまって、思いのほか乗れる時間が少なかったので、今年度はですねまだ、エンジンの方も全然まだできてないんですけども、シーズン始め頃までにはなんとか間に合わせて、今年の JSTC の、プロトクラスっていうのをですね、いい成績残せればなと思っております。それをですね今回、動画にして皆さんの方にお伝えしました。それでですね、本当に、前回までにというか去年ですね、多分初期の段階でお蔵入りになっている、元編集長って言ってもいいのかな、編集長のですね、JB 兄さんのノーマルが、どこまで良くなっていくかっていうのネタがあったんですけども、あの車両もですね実はもうあれから、極端に壊れてしまい、存続するのが厳しいということで、特にフレームの腐食とかでですね車検の方が取れないということで、ちょっと存続の方できない方向になってしまいました。なのでですね、次週、
なんですけども、実は2年ぐらい前にですね、FR の JB 兄さんというのをもう準備していまして、本当2年ほぼ何も手つかずで放置しているノーマルの JB 兄さんがあります。そちらの方をですね、ちょっとエンジン始動してみて、まだナンバーも一切ついていない、ちょっと一時抹消の段階で、保管しているんですけども、そちらの方をですね、馬力測定してみて、そちらの方でですね、少しずつ良くなっていく動画っていうのもちょっと撮っていければいいかなと思っております。まあ、巷ではですね、JB64 のネタっていうのを希望されている方も多いと思うんですけども、まだですね、当社的にはですね、JB23W のジムニーの底力というのがまだまだ先にあるかなと思っているので、JB23 をですね、完璧というか、時代の流れに沿ってスペシャルな JB23 というのをちょっと目標に思っておりますので、そちらの方をですね、ちょっと進めたいなと思ってますので、ぜひその動画をですね、楽しみにしていただければと思います。それでですね、次週、まず新年のですね、もらった商品の抽選、またインスタグラムの方の DM で、抽選の方をまた受付してですね、その商品の紹介と、その FR の JB 兄さんというのを紹介して、まず外観とですね、内面を紹介していきたいと思いますので、次回の動画を楽しみにしていてください。今回はですね、このぐらいにして、またお別れしたいと思います。それでは、2022年のトライバルチャンネル、ぜひよろしくお願いいたします。